渡辺直は、日本の政治家、東京都東村山市長、元東村山市議会議員、東村山市立萩山小学校、東村山市立第三中学校、東京都立国分寺高等学校卒業。1985年3月、茨城大学人文学部人文学科卒業。大学卒業後、日本電気の関連会社に勤める。 1991年5月1日、東村山市議会議員に就任。2003年、市議会議長。2007年に辞職するまで市議を連続4期務めた。市議時代は自由民主党に所属した。2007年4月22日に行われた東村山市長選挙に自民党、民主党、公明党の推薦を受けて出馬。元都議の小松京子。 元市議の小倉雅子ら2候補を破り初当選した。投票率は49.31%だった。5月1日、市長に就任。2011年に再選。2015年、元市議の法勤務を破り参選。2018年12月5日、人気満了に伴う市長選挙に4選を目指し、立候補する意向を表明。2019年3月5日、 憲法学者の志田陽子が立候補の意向を表明したが、4月1日に、過労による体調不良を理由に、出馬取り止めを発表した。4月5日、渡辺は、記者会見を開き、市が始まって、以来の無投票になる恐れが高まっている。我と思わん、方に名乗りを上げていただきたいと、対立候補の出馬を呼びかける異例のアピールを行った。4月11日、 元都議の小松京子が立候補の意向を表明した。4月21日に投票が行われ、小松を破り4選ありがとうございます。